はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ、前回ドリアードを仲間にして、これで精霊が、8人わかんない単位がわかんないけど、とりあえず8精霊が揃ったので、聖域の扉を開こうということで、忘却の島だっけ、なんかそんなところへ向かいたいと思います。ちょっとブラックマーケットも行きたいんだけどね。え、何も言ってくんない。地図的にはこっちか、結構近いね、全部が近いね。忘却の島、忘却の島、めっちゃ狭いから敵がいるっていう感じではなさそうだけど、ついにここまで来たな。さあ早速聖域の扉を開こうぜ。知れない、じゃあやってみるね。さあ精霊のみんな力を貸して。いよいよじゃな、わしの力のすべてお前さんに託すぞよ。我が闇の力、すべてここに集結する。ジース、俺も頑張るっす。さあ私たちで最後、もう一息で扉が出現しそうよ。すいません、こんな私でどれだけお力になれるかわかりませんが、できる限りのことをやってみます。目が回る。なあ、惜しい。もうちょっとだったのに。頑張れ。もう一回。ドSだな。ああ、もったいない。あとちょっとだったのにね。次はきっとうまくいくよ。頑張って。ひどいこいつら。こりゃ惜しい、残念でした。でも大丈夫、このシャルロットがついて待ち、どんどん行こう。みんなありがとう。予想以上にマナが減少しているの、なかなか広がってくれなくて。もう一回だけやってみるね。マナの女神様、私たちに力をお貸しください。精霊がいなくなってる。できるじゃん、いかす。
マナストーンが全てエネルギーを放出させられているんだわ。マナストーンのエネルギーが私や精霊たちの力と重なったせいであんなに巨大化して空中に上がってしまった。これじゃ地上からは入れないよ。え、そんなバカな。お、なんか飛空艇みたいなのが出てきた。いきなりだな。何あれ、気をつけて。忘れねえ、アンテナのグレンの魔導士。古代魔法をかけただけでは起動しなかったマナストーンがお前たちのおかげでエネルギーの放出を始めてくれたよ。これで我がアルテナが誇る空中魔導要塞ギガンテスで聖域へと進行開始できるようになった。お礼に私からのプレゼントだ。とっと来たまえ。魔法弾みたいなやつかな。獣人王並びに獣人の皆さん、ついにマナの聖域への扉が開かれましたぞ。今こそマナの剣を手に人間たちに復讐し、獣人の獣人による獣人のための世界国家を打ち立てようではありませんか。よろしゅうございますね、獣人王様。くだらん、好きにしろ。ははそれでは、さあ獣人兵の皆さん、いざ出陣でございますよ。これで行くんだ、人数分。ぶら下がってんの大変そうだな。人しかいないんだけど。ジャガンの伯爵、どうした。ついに聖域への扉が開かれた。準備はできてるだろうな。誰に向かって言っておる。当たり前だ、お前こそ随分遅かったじゃないか。それで黒の貴公子様のご様子は。聖域への扉を開くために闇のマナストーンを魔界から現世に出現させるのに力を使い切って亡くなられた。死んだの。そうか、では黒の貴公子様のお考え通りに進んでいるわけだな。そういう計画か。聖域への扉に入るための船は用意した。早速出発だ。あとは我々が予定通りマナの剣を入手し、黒の貴公子様を復活させ現世を魔界に変えるのだ。失敗すれば黒の貴公子様は戻らぬぞ。バルーンだな。船にバルーンつけただけじゃん。よく上がるな。どうやって制御してるんだ。
な無事か。すぐに後を追わなければ。でも聖域への扉は空中に浮かんじゃってて、空でも飛べなきゃ入れないよ。どうしよう。待って、確かこの世界で一番高い山の上にはマナの女神様が使わされた翼あるものの父と呼ばれる山と空の守護精霊がいたはずよ。一番高い山の上ってことは、ローラントの山のてっぺん、天の頂と呼ばれるところに違いない。よし、それだ、急いで行ってみよう。天の頂、ローラントの方かといっても地図がよくわかんない。世界地図どうやって見るんだろうね。宝箱1個ある、取ってない。初めて地図が役に立ったな。こっちの方かな。あ、ブースカブーもこっちから行ける。いや、宝箱1個見つけたいんだけど、 あそこに沈んでるじゃん。これなんだこれ。あ、ただの実か。天使の聖杯いらない。両方から上陸できるってことね。もうお前は役立たずだ。時代は海ではなく空なんだよ。もうこっちの方か。逆だな。でも早いね。急げ急げ。ここがローラントの大陸か。で上陸して雨かける道。敵が変わってなければなんかスルーしていきたいんだけど。登っていけばいいのか、ローラントの方へ。まずはローラント城に行って天の頂について聞くぞ。聖域に行きやがったグレンの魔導士を急いで追いかけるんだ。すげえすげえってか戦う意味ないよ。あっけなかったわね。戦闘は回避できなそうだね。邪魔だ、消えろ。ハルロットの活躍見てたでしか。お前何もしてねえだろ。ここは私に任せて。硬い、やんな。いや、無理やりアーマーを着たままお前は死んでいくんだ。全く使う意味ないんだけど。全然手応えがなかったわね。ローラント城どうやって行くんだっけ。邪魔なかった、落ちてくる。はい、こんなもの当然の結果ね。逃げられるか。お、逃げられたっぽい。で、これが雨かける道5合目。え、ちょっとどういうこと。とりあえず上に上がっていこう。弱すぎて暴れ足りないぜ。だから時間の無駄でしかないわ。暴れ。ひたすら上に登っていけばいいのか。全滅させたようだな。てかもはやさ、あれが見えないんだけど。違うっぽくない？まだまだね。目的地が全然見えないんだけど。大したことなかったもんね。まさかここに来て迷うとは。はい、アーマーだけ剥がしとこう。弱すぎて暴れ足りないぜ。これどこ。あ、いけ、ゾンビがいる。でこっちか。ローラント城自体がだいぶ上にあんね。あれ閉まってね。こっち、こっから行くの。あ、皆さんお元気でしたか。え、
翼ある者の父に会いに行かれるんですか？そうですか。事情は分かりました。今、秘密の通路をお開けいたします。ただ、翼ある者の父はこのローラント山の守護神、我々アマゾネスにしか心を許さないと言います。くれぐれもお気をつけください。大した秘密でもないな、この道は。こっからさらに上か。天の頂。めっちゃ高い。なんか横道っていうかこういうところがちょいちょいあるから、アイテム回収できればしていきたい。こんなところで戦うのか。レベルはシェイド上がってんだろうな。はい、34でいくか。やるな。使うか旋風剣。落ちろ、地へと落ちていけ。宝箱、この日はいつまで灯ってるんだろうか。パックンチョコ2個。アーマー系本当にちょっと剥がさないといけないのがめんどくさいから、とりあえず剥がしとこう。ブルスはいるのかな。セイバー系をね、全く使いこなしてないからね。あれ、ちょっと待って、なんか道的に、あ、そっか、これ上に行けってことか。で、こっち行けそうじゃん。なんか260円、金は重要。おお、すげえ眺めだ。上まであるね。酸素とか薄くなるんじゃないの、山の上に行けば行くほど。ここは私の任せです。アーマーないと、これは厄介だ。先に沈める。チビネイルのくせにレベルが高い。34レベル。お、なんだこれは。なんか巣だな。アサル、こいつらにしてみるわ。いきなり来て襲撃して、完全に盗賊だよ。宝はいただいていくぞ。人間様のために使う。1200円やった。こいつは金貯めて何しようとしてたんだろうね、モンスターが。まあ、ルク結構光ってるから光物を集めてたのかもしれない。あっちっていけんの。ジャンプ、消えた。まん丸ドロップ、ただそれだけ。回復ってかアンジュラすげえ減ってんだけど。でまた右と左、こっちほらね、くぼみがあるから。金、この金誰が落としたんだろう。俺はもうちょっと今あれがない、技ポイントがない。レベル、あれ、もうすでに地に落ちていた。しっこ風船、結構まずいんじゃないか。倒したか。シャルロットすげえ落ちそうだったぞ今。でこれは技ポイント、ハーピー。あれ、当たんないんだけど。あれ、どこにいる。2人いた。OK。 でこいつはもうすでに溜めてから戦闘に入ろう。
アーマーない。全然動かなかった。届かない。俺たちの敵じゃなかったな。そろそろレベルが上がりそうだね。で、さっき見えたこれ。回復はしてこい。またお前か。しかも二人いる。こいつちょっと一回弾いて。しまった。どうかったか。ちょっとこのパーセンテージはボスがいるかもしれないということを考慮して貯めておきたい。アンジェラー、ちょっと待って、一回ここであれになってんな。あ、回復した。くるみ使おうと思ったけど、一旦ここでてっぺん。でも女神像なかったからね。ボスではないか。なんか怒ってるみたいだぜ。あ、ごめん、女の子だったのね。じゃあお詫びに可愛い名前をつけてあげるから許して。フラミーちゃんってどうかしら。あ、気に入ったみたいね。よかった。じゃあフラミー、早速で悪いけど時間がないの。忘却の島上空の聖域の扉を通って聖域に向かって。勝手に行くのか。翼ある者の父。なんかめちゃめちゃ下に行ってたんだけど。戦闘が繰り広げられている。ここがマナの聖域よ。先に聖域に入った連中が派手にやり合ったみたいだな。見ろよ、ひどいもんだ。フラミ、お前はもう用なしだ。帰れ。マナの聖域。マナの剣のところに急ぐぞ。これをグレンの魔導士、たっぷり仕返しをしてやるぜ。てか、シャドウが死にそうだ。なぜだ。回復。で、アイアンボレーを。魔法がめちゃ役立つな。ちょっと一個ずつ、あ、そもそも女神像がある。獣人か、これは先に入った獣人か。魔法が普通強いな。110円。
もともとは守護のゴーレムが多分いるんだね。ゴーレムと呼ぶには小さいけど、でこっちは多分入り込んでないです。砕こう。あれこれなんかちょっと奥いける？地図的にいける。まんまるドロップこんなところに置かれてるなんて。帰れね。こっちか。でこれはあれか、ナバールの忍者系か。で獣人、めちゃくちゃ暴れてんな。200円。あーまたこいつあれかな、ガード持ってんのかな。持ってんな。食らうわ。魔法も多分直撃するといいからな。ウィザードは倒した。ヘリゲートプラスかよ。でこっち行ってまんまるドロップだけ。回復のツバも割っておこう。え、これなんだ。え、新たな道が現れた。どこに。全然わかんねえ。こっち行ける。あ、ショートカットできるようになったよってことか多分。忍術もね結構厄介だから。水筒の術クラス、ダークリスト、ミルゲート、カナンヒットする。合ってなかったな。でマシンゴーレム系か。でもこれは旋風拳で誰見たところみんな元気なんだけど。いや扇風機使ってこれだけか。結構苦戦するな。歩いてればとりあえず食らわない。ドトン。普通にシャルロットのやっぱり回復がないと厳しいな。全体回復しろ。でこっち行ってアイテムの種。でさっきへ進んでいこう。ウルフ、あれがいないね。魔導士系がいないね。アルテナの、アルテナはデュラン主人公だから最後に現れるのかな。でこうやって多分また一本の道のショートカットができるはずだよね。よし、こっちも見ていこう。アンジェラのマジックパワーがちょっと減ってるけど、まあ大丈夫かな。シャルロットは結構元気。さて女神像が2つ。あ、クラスチェンジできるんだ。特別な女神像。38以上クラスチェンジのアイテムが必要。ハテナハテナハテナの種。そんなものを持ってない。回復だけしていこう。ここでクラスチェンジしろと。誰がクラスチェンジするの。いや、できません。あら、やめちゃうの。さよなら。ここちょっと飛び出てんだ。324力、よくわかんねえ。奥へ行きますか。ん、これラビ、ここは私に任せて。キングラビ、
ラビリオン、ラビ勢揃いだな。トリプルスピンアタック。どっちだ、こっちから行ってみよう。細い道から。アイテム銀色、え、なんだ、いいや、奥へ進もう。あれどっちから来たっけ。奥なのかどうかよくわかんないけど、目的地こう行くのか。ラビ勢ぞろい。ちょっとここは SP は取っておく。ジャンプスピンアタック。ラビリオン36レベル。この辺の時はよし、これでアンジェレカも結構使ってるのか。もう技使わなくていいかな、コンピューター。先に入った人たちは、切れ味は悪そう。引っかかって切れねえってね。これがマナの剣。やったぜ！ついに剣を手に入れたぞ。 あれフェアリーは。おい、いや、お前ら二人、いや、デュランはなんか目つぶってたからさ、見えなかったかもしんないけど、アンジェラとシャルロットはどうすりゃいいんだよ。見えてただろ。私はマナの女神の幻影、聖剣の勇者デュランよ。あんたがマナの女神なあ。フェアリーはどこへ行ったんだ。フェアリーは邪悪な者の手によってさらわれてしまいました。どうかフェアリーを助け出してください。おい、ちょっと待てよ。邪悪なものってなんだよ。それに剣を抜いたら望みが何でも叶うんじゃないのか。あんた女神様なんだろ、教えてくれ。マナが失われ、マナの木は間もなく枯れ果ててしまいます。私もそれと同時に消える定め。もう私にはどうすることもできません。最後にあなた方にこれを授けましょう。聖剣の勇者たち、どうかあなた方にマナの加護があらんことを。あ、待って。風の太鼓、フェアリーを探そう。帰るか。誰がフェアリーを連れ去ったんだ。許さん、僕の手だぜ。俺は今非常にむしゃくしゃしている。
お前らを痛めつかなければ気が収まらん。消えよ。こっちか。あれなんかここ道がわかんねえんだけど。あ、え、どっち？こうか。あ、なんか怒ってる。雨。ですぐ帰れるよっていうことか。このまままっすぐ行けば。十文字切り久々に使うか。気が収まらん。全然攻撃力違うな。使う意味ねえな。どこへ逃げる。キングダビ逃がさんよ。ダビお前も逃がさん。そしてあとお前だけだ。ダビに死ね。召喚ダビ最後に。こっちから回ってみよう。あ、レベル上がった。クラスちゃん3にチェンジ。アイテムがないからね。レベル的にはもうこなしたってことか。これは早くちょっと全然見えないけど。ダビダビ雨あられ逃げよ。やりようか。この聖域に1個なんか起こってないかな。種どうやって手に入れるんだっけ。なんか普通に敵が落としたような気もするんだけど、ちょっと詳細はあんまり覚えてないな。とりあえず倒そう。いてえ、トリプルスピンアタック強い。気をつけろ。雨あられ逃げよう。痛い。いてえ。シャルロットが5000くらいちょっと遅れてんのか。よし、じゃあちょっとここでセーブして、次回、まあ多分出るときにその邪悪なるものが来ると思うんで、まあそんなストーリー展開だと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。